移動金融車移動店舗車とは、主にトラックを改造して車内に金融機関の店舗機能を設置した車両である。一般的には8ナンバー登録特殊用途自動車で製造されているが、積載面積の関係で1ナンバー貨物、自動車登録の車両も存在する。近年では、移動金融店舗車金融移動店舗車移動金融車などとも呼ばれている。交通が不便な地域や、 管轄本支店から距離がある地域での営業活動を行う。1970年代は店舗拡大が追いつかず、都市近郊の住宅団地における営業用に導入される事例が多かった。その後、都市部では金融機関の店舗やコンビニエンスストアの現金自動預け払い機の普及により導入する金融機関は減少した。ところが、二0 1年の東日本大震災以降、 災害時の臨時店舗や高齢化に伴う人口減少及び店舗等配合の代替としての導入事例が増えている。直近では農林中央金庫が費用を補助し農業、共同組合への導入を進めているほか、地方銀行、信用金庫、信用組合等の地域金融機関への導入も加速している。都市銀行、地方銀行、信用金庫、 信用組合等、農協、漁協、その他、2014年に閉店した茨城出張所、群馬支店等の窓口代替として導入。過疎地の簡易郵便局閉鎖等に伴う代替措置として導入された移動郵便局。日本郵便が銀行代理店として運営する貯金窓口機能だけでなく、郵貯銀行の ATM を搭載している。通常は、イオンモールでの展開。 熊本地震の際には、4モール、熊本駐車場に派遣され展開された。また伊勢島サミットにも派遣された。無線通信機器及び、衛星通信機器を搭載。代替店舗としてだけでなく、万が一災害が発生した場合など、緊急時にも金融機能の提供が可能。東北地方太平洋沖地震の被災地支援に、伴い、宮城県の一部のエリアに展開を始めた。 東日本大震災で被災し、営業再開できない店舗が本来所在している、地域向けに週1から2回程度、臨時窓口として展開、以前か措置での移動営業用として所有していたが、管轄地域に代理店を設置したため車両は廃止された。通信回線は、設置箇所にベッド電気と共に配線されたものを使用していた。仙台銀行の場合は、 遠隔地に所在する支店にブランチインブランチを取る形で、支店業務自体は営業再開されているが、現地での営業はできないための処置、ありがとうございます。